どうも、古典エヴァンジェリストの坂本です。皆さん、信念持って生きてます？なんかそんなこと言い出したらね、めちゃめちゃこう自己啓発セミナーっぽくなって、ちょっと気持ち悪いんで僕嫌なんですけど、自分が生きていくからにはですね、こういう価値観で俺は生きていきたいんや、こういうポリシーで俺生きていきたいんやっていうの、まあ誰しも多かれ少なかれあると思うんですよ。じゃあ質問なんですけど、その信念と命、どっちか捨てろって言われたら、皆さんどっち取りますかね？って時に命を捨てるって方を迷わず選んじゃった、そんなある哲学者の生き様を描いた本、それが今日ご紹介するプラトンの書いたソクラテスの弁明です。まずはタイトルをチェックなんですけど、ソクラテスの弁明、文字通りソクラテス先生が裁判で弁明をする、そういう内容になってます。どこまでがフィクションでどこまでが史実なのかはよく分かってないんですけど、でソクラテス先生といえば西洋哲学の開祖ですよね。じゃあですよ、なんでソクラテス先生は裁判にかからなあかんかったんか、でその裁判でどういうふうに振る舞ったんかっていうのをこれから解説していきたいと思うんですけど、まあ、やっぱね、プラトンが書いた本だから結構重たいのかなって思うじゃないですか。でもこれクリトンっていう続編も入ってるんですけど、この岩波版はね、それでなんとね、たったの100ページそこそこしかないんですよ。なんでこんな動画見るよりもうそこで書店行って買って読んでいただきたいぐらいなんですけど、でもめんどくさいみたいですね、読むのって本を。なんでまあこっから解説していくんで、もしまた気が向いたらですね、ぜひ皆さんも自分で手に取ってこれ読んでみてほしいです。じゃあ今日も3つの観点に絞って話していきたいと思います。まず第1の観点はこちら、無知の知。皆さん、学校のテストで100点満点取った時どんな反応します？強靭、無敵、最強みたいな、とにかくめっちゃテンション上がると思うんですよ。ある時ですね、ソクラテス先生、デルフォイのアポロン神殿から神託を受けます。お前はギリシャでいっちゃん頭へと。デルフォイのアポロン神殿っていうのは当時全ギリシャから信仰を集めていた土地で、300っていう映画を見た方であれば、スパルタのレオニダス王が神託をもらいに行くシーンがあると思うんですよ、戦争やる前にね。あれアポロン神殿なんですよ。で今日する話はそのアテナイっていう、今で言うアテネですね、また別の都市国家の話なんですけど、だからアテナイでもデルフォイのアポロン神殿っていうのは信じられてたし、他のスパルタでも信じられてたっていう、本当にだからギリシャ中でめちゃめちゃ信仰を集めてたとこなんですよ。で、そこの巫女さんが、まあ、お前天才やと言うと。で、普通ですよ。まあ、僕とかだったらそんな勘違いして、まあ、俺最強やからみたいな、もう周りに自慢しまくるし、もうそれで終わっちゃうんですけど、でもソクラテス先生すごいのが、それ終わらないんですよ。じゃあどうしたかっていうと、俺より頭のいいやつに会いに行こうというので旅を始めます。もう完全に、バキの最強死刑囚編のテンションになってますよね。敗北を知りたいみたいな。そういうテンションで、ソクラテス先生は、頭がいいっていうので有名な方々を片っ端から会いに行きます。で、まあ、講演聞いたりするわけですよね。で、聞いてると、でもソクラテス先生気づいちゃうんですよ。ああ、こいつら結構みんな、何も知らんくせに知ったかしてんなと。で、周りも、これ知ったかやのに、わ、すごい、めっちゃ頭いいっすね、みたいな感じでおだててんなと。だからこいつらの目覚ましたらなあかんわと。そこでソクラテス先生は、あの人すぐ問答を申し込む癖があるんですけど、議論ふっかけに行くわけですよ。君は、じゃあ例えば正義ってことについてすごい詳しいっていうふうに思ってるみたいだけれども、じゃあその正義って何なんやみたいな感じで、ここは詳しくは書いてないんですけど、多分いつもの彼のスタイルだと、最初から頭ごなしに「お前は正義知らん」とか言うんじゃなくて、まず正義の議論から始まって、で最後には「あれ正義って何やねん」って相手にならせるみたいな、多分手法を取ってると思うんですけど、でそれやるとソクラテス先生的に、なんか分からんけど、あれなんか場の空気悪なったなってなって、また別の場所行くっていうのをひたすら繰り返しました。いや、タチ悪ないですか？ いや、その普通嫌われるに決まってますよね。めちゃめちゃタチ悪いですよね。どんだけ正論だったとしてもね。はい、論破、はい、論破、みたいな。で、そうやって、結構タチ悪い論破ムーブを繰り返した末にですね、ソクラテス先生、結論に至ります。あ、デルフォイの神託、やっぱ間違ってなかったと。っていうのもですよ、ソクラテス先生考えるわけです。確かに、俺も、じゃあ、例えば、正義って何やねんって聞かれても、知らんわ、そんなんと。わからへんと。やけど、あいつらも同じように実際話してみたら正義知らんやんけど。けど、あいつらは自分らが正義知ってるって思い込んでる。けど、俺は自分が正義って何か分からんってことを自分で分かってると。だから自分の無知さっていうのを知っとるから、俺の方がそういう意味においてはあいつらより一枚上手やなっていうので、ソクラテス先生はデルフォイのアポロン神殿の神託が正しいってことを証明したと。これが無知の知ってやつなんですね。なんでテストで1位取って、もうここの範囲完璧やからやらんっていうやつよりも、90点とかで結構へこんでるけど、まあ、半年間頑張って勉強してる人の方が、多分半年後の模試では結果は良くなりますよね。自分が最強とかね、もう完璧やっていうふうに思っちゃったところで成長は止まる、そういう話です。
2点目の観点はこちら、バン、落ち目のアテナイ。でさっきも言ったと思うんですけど、今回の本の舞台はアテナイ、今でいうアテネなんですね、ギリシャの。で当時ギリシャって各都市ごとにこうポリスって呼ばれる都市国家ですねが点在してた形で展開してまして、その中でも二大勢力がスパルタとアテナイだったんですね。でソクラテス先生はアテナイでずっと生まれ育ってると。でアテナイっつったらご存知の方だと、まあ、民主主義の始まりの地だったり、あるいはパルテノン神殿みたいな、すごいこう建築とか芸術がすごかったっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、さぞねすごい国だったんだろうなって思いますよね。じゃあここでちょっとソクラテス先生の罪状を読み上げてみますね。そもそもちょっと確認しなかったですよね、彼が何で訴えられたんかっていうね。でいくつか上がってるんですけど、まあ、一つ読みますよ。ソクラテスは罪を犯す者である。彼は青年を腐敗せしめ、かつ国家の信ずる神々を信絶して、他の新しきダイモニアを信ずるがゆえに。ですね、青年を腐敗させて、でしかも今までの信仰の形っていうのを汚しているということを書いてるんですけど、でちょっと一瞬この本の内容から外れて社会背景の話しますけど、もともとですね、ソクラテス先生が若い時代が実はアテナイの最盛期の時代だったんですね。当時ペリクレスっていうアテナイ民衆政治の完成者みたいな偉大なる政治家がいたんですけど、ペリクレスの生きていた頃っていうのは本当にアテナイの全盛期なんですよ。パルテノン神殿とかもその時に建ってるんですね。なんですけど、そのペリクレスの結構晩年の時代にですね、ペロポネソス戦争っていうギリシャ内の内戦が来ちゃうんですね。これでスパルタレジーム VS アテナイレジーム2勢力に分断されちゃいまして、それでアテナイが負けるんですよ。でそっから結構アテナイの中でも荒れに荒れるんですよね。あの黄金時代どこ行ったマジみたいな感じになると。そんだけ社会が激変するとですよ。皆さんも考えてみてほしいんですけど、なんかこれ原因なんやねんってなりますよね。犯人探しやったり、なんで俺らこうなったんやっけっていうふうに、まあ、一回反省するじゃないですか。でそこでその時やり玉に上がったのがソフィストっていう連中でした。ソフィストっていうのは、まあ、今でいう塾講師みたいなもんですよ。当時のギリシャの若者たちにいろいろ弁論術とかを教えるっていう。でこいつらが結構いわゆる相対主義的な、プロタグラス曰く人間は万物の尺度であるとかに代表されるようにですね、全て基準っていうのは人間それぞれにあるから、こう絶対的なものなんてないみたいな、神を否定するわけじゃないですけど不信心みたいになったりとかねしたわけですよ。諸悪の根源はソフィストやないかと、あいつらのせいで神に俺ら見放されたんやという解釈になったりしたわけですよ。でそれで結構ソフィストたちが訴えられて、処刑される前に国外逃亡したりっていうケースが増えました。で中でですよ、ソクラテス先生も本当はソフィストをただただ論破しているっていう感じの人なんですけど、まあ、周りから見たらね同類みたいな扱いになっちゃったんですよね。でそれでソクラテス先生にも訴えが来ると。それでさっきの見た文章みたいにソクラテス先生神信じてないみたいな訴えられ方するわけですよ、っていうふうに解説にも書いてあるんですよ。だからそういう社会情勢のせいでソクラテス先生訴えられたと。でもね、僕思うんですけど、そういう社会情勢じゃなかったとしてもソクラテス先生ワンチャン訴えられとったと思うんですよね。っていうのもソクラテス先生ってさっきも言ったんですけど議論癖があって、とにかくですね道行く人をパーって捕まえてきて、君正義とは何だと思う、それは教えられるものかそれとも教えられないものかみたいな議論を急にふっかけ出すわけですよ。完全に不審者ですよね。そんな不審者ムーブばっかりしてたら訴えられるでしょいつか、当たり前じゃないですか。3つ目の観点はこちら、使命感でですよ。じゃあなんで他のソフィストみたいにソクラテス先生逃げへんかったのかと。それなんでかっていうと、彼には圧倒的な使命感があったからですよ。デルフォイのアポロン神殿から神託下ってるわけです。お前はギリシャで一番頭いいとソクラテス先生考えるわけですよ。自分にはギリシャとかアテナイの人々を正しい知識、正しい方向へ導いてあげる、そういう使命があるんだと、これ義務なんだと。だからもう片っ端からこう議論を吹っかけては目覚めさせていくっていうことをひたすらソクラテス先生はやってたわけです、まあ、だいぶ変人ムーブですけどね。裁判の時にもですね、これ2回結局投票行われるんですね。で1回目の時に結構割と僅差で死刑の投票が上回っちゃったって感じだったんですよ。なんでそこで例えばじゃあ自分国外追放にするんで死刑やめてくださいみたいな感じでちゃんとした代案を提案したりとかしてれば、まあ、死ぬことにはならなかった感じなんですね。っていうのはソクラテス先生自身分かってるんですよ。でもそこで言うわけです。いやいや、でも俺には使命があると、人々を目覚めさせる使命があると。だから仮に国外追放処分受け入れたとして、追放された先でも俺は同じようにみんなを目覚めさせに議論すると。ってことは結局同じように訴えられて同じように裁判受ける羽目になるんやから、どの道待ってる道は同じやろと。
意味ないよと、なんで自分は国外追放処分とか受け入れませんみたいな感じのこと言うんですよね。2回目の投票ではがっつり死刑が賛成多数で、まあ、見事に死刑判決が出ると。本当ね、やばいやつですけど、ソクラテス先生、つくづくね。でもそんだけ彼は自分の使命感っていうのをもう貫き通したかったわけですよ。で、彼言ってて、その自分の使命っていうのを全うできんような人生やったら意味ないと、そんな人生ね。なんかルルーシュみたいなこと言いますよね。でも本当にそうだったんですよ、彼からしたら。まあ、そんなわけで、ソクラテス先生は自分の信念を貫くっていう道を選んで弁明を終えたということです。皆さんには、そういう自分の信念っていうのを曲げるぐらいやったら、もう死を受け入れた方がマシやみたいな、そんな熱い信念あります？なくてもいいっていうか、ある方が現代だと異常なのかもしれないですけど、でも少なくとも一個だけ言うのは、そうやってソクラテス先生は自分の正しさっていうのを最後に貫いた。自分の信念を貫いた。だからこそ死をもってして不死になったわけですよ。弟子のプラトンの手によってね。これが幸せなことなのかどうか分かんないですけどね。まあ、いろんな意味でこの本読む価値あると思うんで、ぜひね、ソクラテス先生がどんだけ尖ってた変人だったかっていうのを確かめてもらえればな。やっぱりね、信念ある人からしたらね、その信念捨てるってことが何より怖いんですよ。自分の命を捨てることよりもね。魂の探求なき人生は人間にとり生きがいなきものである。というわけで、僕たちも無知の知スタイル貫いて、どこまでも高みを目指していきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。明日に向かって、サイは投げられた。